TY さんとかテレビ局とかのつなぎもやっていただいたりしてます。本間さんですね。特に何か仕事があるといえばないんですよ。その通りです。まあ、非常に大変な役だったと思います。デザイナーに頼みます。近隣の可能性がないわけでもないです。約最も重要な方を紹介する時がやってまいりました。そうです。ボスですね。二方、この二方、まあ本当にこの二人に逆らわなければ大丈夫です。何もできません。もう曲も決められません。だからやっぱり僕は会計に言うのがいいかもね。いいかもしれません。そして何より会計がいいと言いますということで、ああいうことに実は泣いていたんです。すごく嬉しくて、まずい話題を取るな。紙あるっけ？これみたいな。同じマスク。私の好きな武田のバナナボートではない。これは秋田のバナナボートだ。テナサックスに参加させていただきます、嵐田真理子と申します。すごい今回楽しみに来て、でみっちりリハーサルっていうのも結構久しぶりなので、すごい楽しんで行かせてもらってます。山下梅です。佐賀市です。すごい貴重な機会をいただいて、すごい勉強させていただいてます。出身は神奈川で、自衛隊の方なんです。はい、勤務しております。いつもは山形交響楽団でステージマネージしてます、南條と言います。いや、すごい光栄でした。本当小学生の時からトランペットとかやって、吹奏楽にずっと慣れ親しんできて、まあ、普段オーケストラですけど、こうやってプロの吹奏楽団さんのステージに携われる、本当に嬉しい気持ちと、なんかご縁を感じています。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。なんだっけ、打楽器。打楽器壊されちゃダメだよ。打楽器の大森達史と申します。よろしくお願いします。今この辺の色です。山形の暑さと、そして音の暑さと、堪能させてもらってます。よろしくお願いします。めちゃくちゃ夢のプロウィンドの音に乗らせてもらってます。夢でしたか。はい。ご存知でしたか。もちろんです。テルサっていうのも思い出があって、割とこのツアーズの20周年目の節目のコンサートでやったりですとか、大事な時にはここで演奏しようという気持ちがあったので、なんかその合間に今回リスタートっていうもと、プロウィンドで参加させてもらって、僕もなんかこう、ここで生まれてるわけじゃないんだけども、ものすごくこう、いい機会に、なんかいい節目に頑張れそうな気がします。ありがとうございます。また山形戻ってきます。すごい、思いつかった。わーって感動します。平下先生も、緊張します。平下先生優しいもん。優しいです。あります。めちゃくちゃ知ってます。中学と高校です。ちょうど気に入ってくれたんですね。はい、すごい嬉しいです。ありがとうございます。私たちも嬉しいです。鹿児島の小島でです。お願いします。実は入籍いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、はい。今右手なんです。はい。水越優香です。パーカッションパートです。プロウィンドやってみて、最初すごい緊張したんですけど、もうすごく楽しいです。プロウィンド乗ってた方とお知り合いで聴いてみてすごく感動して、今回乗れたことがすごく嬉しいです。クラリネットパートの村岡瑞希です。すごい緊張してるんですけど、とても楽しく演奏しました。小学生の頃から楽しい。なんということでしょう。そうなんだ。じゃあプロウィンドゼロニーさん、最初平成23年に多分できたからゼロニーさん、そうそう、じゃあ来年024になるんだって。プロウィンドゼロニー4。
ろしく。楽しかったです。お客さんもたくさん来てくださって拍手に胸がじっとしました。中学生とかはちょっと三沢だったんですけど、初めて三沢になれて嬉しいです。いやもう久々の吹奏楽と、あと初めてのトレーニングにお邪魔して、とっても楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
臨場感があって、でなんかもう全部の楽器をしたくなるほどかっこよかったです。迫力があってすごくかっこよかったです。会場が一体化してて、あの演奏する側も弾く側もすごい楽しそうでよかったです。どの場面を切り取ってもかっこよくて、音の厚みがすごい伝わってきて、ずっとここにいたいって思えるような演奏で楽しかったです。音圧だったりがすごくて、もう時間とか忘れるぐらいすごい綺麗な演奏でした。いや懐かしくて涙が出ましたまたこれからも楽しみにしていますので、ぜひ皆さんまた山形で演奏してください。イエーイ、学校でした。イエーイ、みんな楽しく音楽やってね。はい、楽しんではいます。楽しんでしかいないよかった、ありがとう。で一瞬うるっときてしまいました。危うかったです。また来年も楽しみにしております。